こんにちは、カブクです。2021年、私が独断と偏見で選びます熱帯果樹ベスト5を発表します。熱帯果樹が好きな方、憧れのあのフルーツを育ててみたい方、難しいことにチャレンジしてみたい方、植物を植えたことがない方、園芸をとことん楽しみたい方、実はスーパーで販売されているほとんどの熱帯フルーツは案外知られてませんが、ほぼ苗があります。嘘と思う方いるかと思いますが、苗があるんです。その中でも熱帯地域を原産とするフルーツ、これにも苗があるんです。今回はそんな熱帯フルーツの中から私がとにかく紹介したいものを5つ集めてみました。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、熱帯フルーツに取り憑かれています。私もこのお店に入ってくるまでは果物に苗物があるなんていうことは知りませんでした。その中でも最近注目を集めているのが熱帯フルーツです。種類も品種改良され、さまざまな熱帯フルーツの苗が出てきているのも事実です。ではなぜ熱帯フルーツの栽培をお勧めしたいか、ここなんですけど、大体の熱帯フルーツスーパーに売られているものはほぼ輸入なんですよね。日本は島国なので輸入するのにすごく時間がかかります。ということは収穫してから販売されるまでの期間、かなり鮮度が落ちてしまっているのが事実なんです。なのでこの熱帯フルーツを自分で作ることにより、自家製の完熟取れたての本来の熱帯フルーツの味が楽しめるっていうわけなんですよね。しかし残念なことに、この熱帯フルーツ寒さに弱い特徴があります。日本の寒さでは枯れてしまうことも数多くあります。ですが夢は諦めきれません。夢を追い続けて成功した人もたくさんいます。憧れの熱帯フルーツベスト5、では早速いきましょう。はい、ということでやってきました、熱帯フルーツベスト5です。じんべさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。来たね。来ましたね、熱帯フルーツこの時期、はい、久しぶりですね、ベスト5ですね、はい、最近やってなかったんでね、いきましょうか。では早速ベスト5です。栄えある第5位はでんアボカドです。アボカド、ほう、野菜じゃないですね。アボカドは野菜じゃない、フルーツに一応入ってます。あ、そうなんですね。もちろん知ってると思うんですけど、はい、洋梨的な形の、うん、あれが一応日本でもできるっていうことで、まあ、日本でもできるっていうか、そもそもあれは、はい、アジアだとかヨーロッパだとか、まあ、遠いところの原産のフルーツなんですよね。でこのアボカド、何がすごいって栄養価、うん、ギネスに載ってるみたいですそんなにあるんですね。世界一栄養価が高いフルーツって言われてるんです。あ、なかなか知らなかった人いるのかと思うんだけど、はい、すごい栄養価が高い。なんかちょっと油っぽいっていうんですかね、ちょっとなんか、あ、そうです、そうです、そうです。一応不飽和脂肪酸って言って、はい、ちょっとバターなんて言われたりするんだけど、そんなイメージですね。そう、森のバターなんて言われたりするんだけど、うんうん、その不飽和脂肪酸っていうのが、まあ、結構入っていて、まあ、それが入ることによって逆に脂肪を燃焼させたり、悪いものを出すというか、うん、っていう逆にいい油、なるほど、オリーブオイルとかああいう感じですね、うん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 、っていう感じの不飽和脂肪酸がすごくたくさん入ってるのと、美容に、美容に、美容に、ビタミン B ですか？ビタミン B とか E とかその辺ですね、うんうん、が結構豊富。なるほど、まあ、世界一だからということで、はい、アボカドなんですが、実際ですね、アボカドの苗がこういう風に売ってたりします。でアボカド自体がかなりでかくなる植物なんですよ。大きくなるんですね。大きくなる、木になります。高木類になるんで、多分ほったらかしにしとくと10メーター級になるんですよ。おお、でかい、でかいっすね。そうなんです、でかすぎちゃうので、やっぱり剪定をしないといけないっていうことと、寒さに弱い、もうこれが一番ネックなところなんですね。ですが種類が何百種類って実はあるんですよ、品種が。でその中でもやっぱね、寒さに強いっていう品種があるんですよ。まあ具体的に言うとベーコン種とかフェルテ種とか、その辺の種類っていうのがだいたいマイナス3度とか4度、あ、じゃあ結構寒い地域でも、そうですね、耐えれちゃう。今国産だと和歌山県とか愛媛県とかは多分露地植え、まあ、特に和歌山は露地で多分栽培してる
って言ってたりするので、まあ、寒さにも耐寒性も結構強い品種を選べば案外冬越しもできちゃうよっていうところがあったりするんですけど、これちょっと癖物なのがですね、アボカドの花の中のおしべとめしべってあるんですけど、はい、これがいわゆる受粉して実になるわけなんです。基本1本でもなるんですけど、アボカドこれ系統によって A グループ、B グループみたいなのがあるんですよ、うん、AKB の A グループ、B グループなるほど、グループ、チームがあるんですね。チームがある。で、A グループのチームとかだとおしべとめしべあるんですけど、おしべとめしべがこう花粉が出る時間帯が違うということで、例えば A グループとしましょうは午前中にめしべが咲いて午後におしべが咲くみたいな、うん、なんで午前中でめしべは咲くんだけど午後に閉じちゃうみたいな、でおしべがこう花粉出るみたいな感じで時間帯がずれるんですよね、うんうん、で B グループは逆パターンになるんですよ。午前中におしべがこう開花して午後からめしべが花粉出るみたいな。なので何が言いたいかというと A グループ B グループあった方がいいよってことなんです。そうですよね。そうするとバッチリ合うみたいな、うん、お互い交雑して受粉がしっかりできるっていうところがあるので、まあ種類をこう植えた方が受粉率は高いです。じゃあ A と A だとうまくいかないかもしれないってことですね。そうですね。 A と A でもまあ品種を変えれば多少はずれるっていう感じ、うんうんうん、なんで実際のところは AB があった方がいいっていうところがではあります。でいわゆるスーパーに売ってるじゃないですか、販売してるアボカド、うん、あれは基本的にハスっていう種類で、ハス種っていうぐらいで、あの耐寒性がねないんですよね。あ、そうなんですね。そうなんで大体冬場に結構枯れちゃいます、うんうん、外に置いておくとね。まあ、なんで室内で管理っていう感じなんですけど、まあ、室内でね10メートルぐらいある木ってなかなか管理して実は取れないじゃないですか、うん、なかなか難しいと思うんで、はい、まあ、本当に栽培して実をつけたければ、まあ、園芸店で売ってるようなもので、やっぱこういう風に接ぎ木したるものがあるんですね。これ、あ、本当ですね。そう、こういったものは台木、こっちの木に耐寒性が強いものを継いでるケースが多いんで、まあ、こういう接ぎ木のアボカドは、まあ、ちょっと耐火性強いよみたいな感じのもの販売ありますので、世界一の栄養価をご自宅で楽しみたければ、うん、このアボカド育てるのがいいと思います。多分その輸入してくる間は2週間とかはかかるんじゃないですかね、取ってから。なので案外時期じゃないともう早取りしちゃって出しちゃうみたいな感じのこともありますんで、自家製国産の栄養価満点のアボカドぜひとも作ってください。はい、ということでベスト5はアボカドでした。はい、続きまして第4位です。第4位はライチ。ライチ、ライチです。おお、珍しいですね。珍しいでしょ、はい、なかなか食べないでしょ。あんま食べないですね。最近食べたことありますか？いや、もう多分小中学校ぶりぐらいですよ。それぐらい食べてないです。小中学校にむしろ食べた。あのブロンコビリーってあるじゃないですか。あ、ハンバーグ、ハンバーグステーキレストランありますね。あそこの食べ放題にライチがあったんですよ。本当、デザートみたいなところでめっちゃ儲かってたんあの時バクバク食ってましたね。今はないのかな、やっぱ。今は分かんないですけど、ないわな多分それぐらい多分本当にあまり見ないです。なるほど。あのライチっていうとこのような果実ですね。そうですね、真っ赤でちょっとボツボツというか、うん、イボイボがついてるような果実 で中に種がある。でこの周りの果肉を食べるんですけど、うん、この果肉がちょっと半透明っていうのかな、でめちゃくちゃ甘くてジューシーなんだよね。そうなんですよね。癖になっちゃう、癖になっちゃう、癖になっちゃうんですよね。そうです、あのライチ自宅で育てれますよ国産国産で、これライチが、まあ、どんだけすごいかっていうのをちょっと、はい、あの調べました。ライチって基本的に中国の方原産の植物で、香木ってまあやっぱこれも大きくなっちゃう木なんですよね。まあ剪定してって小さくして楽しめる、取れるとかっていう感じなんですけど、本場中国、ここでなんとライチのオークションとかがあるんですよね。あ、そうで、最高額が、はい、あの中国の清朝って、まあ昔の多分歴史のあれだと思うんですけど、清朝の皇帝に献上されたライチっていうのがあるんですよね。めちゃくちゃヤバそうな、ヤバそうでしょそれと同じ木からできた果実のライチ、これがいくらで買われたと思いますか？一粒、一粒ですよ、ね、はい、1個1万ぐらいじゃないですか。
1万円1万円ですか、ね、おお、はい、いいとこ来たね。粒ですもんね、1粒、はい、実は1粒、はい、720万円え化け物でしょ。やばいっすね。ありました、そういうのが。車じゃないですか。うん、1個720、1粒が車多分1粒だと思うんですけど、1個って書いてありました。やばいっすね。1個720万円。これって大体1つの木に何粒ぐらいになるもんなんですかね。ま、木の大きさによるっすね、うん、やっぱ幹が太くなってくればそれは何粒も何粒もつきますけどまあ家庭で楽しむっていうとやっぱ数粒とかってなってくると思うんですよね、うんうん、100とかもなかなか難しいかもしれないですけど、うんうん、まあとにかくその工程に献上された、はい、ライチ720万円。それ食べれますかね、その食卓に出てきても。いやまあ中国の方だからね食べちゃうかもしれませんねでこれ毎年中国とライチ王決定戦っていうのがある、はい、ライチ王決定戦、ライチ王、そうで多分ね去年だったかな、ライチ王決定戦の王者1粒42万円。あ、高い、高いでしょ。それでも高いですね、言うても。でオークションで落札されたみたいなことがあるので、ライチはもう本場中国でも、うん、もうすごい結構高価な取引がされたりするようなものができちゃうんですよもしかしたらお家で。そうです。でこれ実際体感性あんまないんですけど、はい、0度ぐらいまでは多分いけるんで、うんうん、言うてもあのハッチ栽培でまあ真冬だけ防寒したりこう室内に取り込んだりとか団地だったら可能だと思うんですよね。なんで挑戦しても案外いけんじゃねえかなみたいな、うん、書いてありますけど、これ沖縄フルーツってことで沖縄だと全然大丈夫なんで、温度的にはまあ同じ一応日本ということで、あの無理ではないと思います。その中でもちょっと面白い品種、チェレー玉花宝。玉花宝、もうなんか名前がすごいよね。すごいですね、玉花宝ってかっこいいじゃないですか大きく甘い思考のライチ。そう、この玉花宝ですね、まあ、とにかくでかいんですよ、うん、いつも多分ブロンコで食べてるライチってこんなもんじゃないですか。そんなもんですよ、そんなもんですよでかいです、粒の大きさが、うんうん、至福の時を味わえます玉花宝。玉花宝でやっぱりちょっと希少価値が高く、あんまりバカバカ取れないよっていうところで、うん、まあ、価値も高いんですけど、向こうではですねこのイボイボがさ、この独特な模様、ああそうですね、ゴツゴツしたの、うん、これがねあれですよ、やっぱり中国ならでは竜、あ、なるほど、ドラゴン、ドラゴンの鱗に見えるってことで、うんうん、ドラゴンライチなんて言われてる。かっこいい、ドラゴンライチ、かっこいいですね、できたよみたいな、まあ、玉花宝でもかっこいいんだけどね、かっこいいですね。そうでライチいろいろやっぱ種類があって、あの日本だと黒曜っていう品種があるみたいで、はい、うん、まあ、それが結構一般的な感じのライチで、また他にヒシショウっていうライチがあって、はい、それもまあちょっと結構かっこいい名前なんだけど、あのグリーン、緑の果実、はい、赤じゃなくて、あ、そんなのあるんですね。 そのヒシショウ、英名でプリンセスグリーンライチだって。おお、なんか可愛いですね、プリンセス、プリンセス、そうっていうかなりね、ちょっと希少なライチがあるそうです。中国だったのは楊貴妃って聞いたことありますか、うん、聞いたことあります。世界三大美女、はい、がこよなく愛したっていうライチですね。あー、やっぱそういう由来があるんですね。そう、そういうヒシショウっていう品種があったりとか、まあ、ライチの中でもいろいろあります。まあとにかく美容にいい、うんうん、美味しくて食べればあなたも楊貴妃キャッチフレーズそれ今パッて思いついたっすよね。そう、楊貴妃っていう三大美女みたいな世界三大美女だもん、すごいよね、はい、っていう風に名実ともすごい果樹がもう今苗として販売があるんですから、買わない手はないでしょうということで、第4位はとにかく美味しくて美容にいいライチでした。はい、では行きましょう、流行る第3位です。第3位はじゃん、ジャボチカバです。何ですかそれ、ジャボチカバ知らないですかジャボチカバ、ジャボチカバ実際ですね、はい、確か去年のベスト5の1位だと。あ、そうなんですね。そう、1位だったのが今年は3位になりました。ですが、はい、まあ本当に1位にしても私はいいぐらいのちょっと魅力的な
フルーツですね、うんうん、これはブラジル原産のフルーツというか果樹で、中高木って言って、まあ5メーター6メーターぐらい、まあまあまあ大きくなる木は木なんですけど、まあ家庭でも十分栽培できます。でこれ特徴的なのがですね、普通フルーツの実ってどの辺につくかって分かりますか、ジュンペイ君？枝の、うん、からこう垂れていく感じで、こういうところ、そうですね、そういうところからペロって垂れちゃう感じで、そうですね、つくイメージですかね。普通の植物は、まあ、こういう今年出た枝とか去年出た枝の枝の先か枝の根元につくっていうのが定説っていうか、まあ大体常識なんですけど、うん、この子は非常識。非常識？非常識なんですよ。この子は木の太い幹につくんですよね。これ珍しいですね。いや相当珍しいんだわ木の幹に果実がつくんですよ、はい、直接そのまま直接ここにボボボボボボボってつくんですよ、はい、で色がちょっと黒っぽい色、うん、で巨峰ぐらいの大きさの実なんですよね。なのでブラジルの方だとブラジリアングレープツリーなんて言われて、うん、まあ、いわゆるブドウの木みたいな、うん、感じの言い回しもするそうです。でこのね果肉がめちゃくちゃうまいんだわずるいですね。ずるいでしょめちゃくちゃうまいんだわ、はい、ポリフェノールたっぷりで、あ、栄養も良くていいですね。いいでしょ。ですが食べたことないでしょ。ないです。ほぼ流通ないんですよ。やっぱあのレストランとかじゃ食べれないんですかね、あんまり。難しいと思うんですよね。それぐらい劣化って、まあ、収穫してから傷みが早い、うん、でそれこそ輸送っていうのかな、もう最中にもうどんどん鮮度なくなっていっちゃったりして、うん、あの持たない、うん、から自宅で食べるしかないっしょみたいな。あ、そうですね。そう、まあ、それか冷凍物が出るかもしれないですけど今後、うん、まあ、でも言うてもやっぱ完熟取れたてが一番美味しいっていうところで、うん、ぜひともご自宅になんですけど、ジャボチカバ実際ね耐寒性まあ結構あって、はい、うちね1本鉢で植えてるんですけど、あの軒下で、まあ、ほぼ防寒対策なしで越冬を毎年してますね、うん、葉っぱ1回全部落ちちゃうんですけど、毎年春になってくるとこういう風に今の時期かな新芽が出てきますっていうぐらい、まあ、寒さにも案外強いので、霜に当てちゃうとちょっと偉いかもしれないですけど、うん、軒下鉢植え管理だったら多分よっぽどいくと思います。まあ、地域によっては地植えでも越すかなっていう気はしております。でこれ実を取るまでにちょっと数年かかっちゃうんで、まあ、興味がある方はなるべく早めに育てておいた方が、うん、もういきなり来年取れるよなんていうのはなかなかないので、これぐらい大きい木の販売とかもあったりするので、まあ、早めに貯めたければこう2メートル級っていうのかな、 1.8 から2メートルぐらいの苗木を買ってもらうと案外来年とか実も取れると思いますんで、おすすめです。これジャボチカバ食べれる場所とかってなんかないですかね、うん、いや日本でもねかなり少ないんですけど、はい、静岡にあるよあるんですね静岡に、はい、あのネットでしか行ったことないんですけど、ジャボチカバカフェっていうところがあって、はい、まあ、週末しか営業してないのかな、収穫体験とか、うん、多分そこですぐ食べれるみたいなことが書いてあったんで、行きますか。行きたいっす行きたいっす行きますか、はい、じゃあ順平ジャボチカバを食べに行くっていう動画をサブちゃんでサブちゃんでいいですか、あのやってたら出しましょう、はい、はい、やってたら、やってたらね、順平くんの食レポをちょっと楽しみにしておきたいと思います。はい、はい、近くない方はぜひともジャボチカバ、まあ、小さい苗でも販売が一応あります、はい、まあ、まだ少し小さいですけどね、まあ、どちらかというと観葉植物育ってるみたいな感覚であの楽しんでいただけるといいかなと。樹形もいいし木肌も結構かっこよかったりするんで、観葉植物としても結構優秀ではないかなと私は思っております、うんうん、はい、ということで去年は1位でした。今年は3位でもベスト5には入ってきました。第3位ジャボチカバです。はい、やってきました。栄えある第2位です。第2位来ました。第2位はパイナッポー。あー、もうみんな大好きじゃないですか。出ましたね、パイナッポーパイナッポーご自宅でいけます。まあご存知だとは思いますが、パイナップル実はですね熱帯のアメリカとかブラジル原産の植物で、これ木ではなく多年草っていう草っぱな系統の立ち位置なんですよ、うん、なんか結構パイナップルっていうと南国でこうなんかでかく出るんじゃねえかみたいな
ことをお思いでしょうか。まあ、いわゆる草本類、草花類っていう感じなんですが、パイナップル自体がコロンブス。コロンブス。コロンブス分かりますか？分かります。歴史であの海を渡ったそうですそうですあのコロンブスですね。あの方が見つけたみたいです。おすげえ大航海時代にコロンブスが見つけたフルーツ、これパイナッポっていうことで、あの個人亭のおさむ先生が言ってました。パイナッポ、うん、パインとアップルが重なってできた言葉だったと、うん、覚えてますか？覚えてますよ。パインは松笠ですね。おお、アッポはリンゴですです。はい。でこのパイナップル、まあもうスーパーたくさん売ってます。で話題になったのが台湾産のパイナップルっていうのがあってですね、あの芯まで食べれるとか、まあ、台湾を応援しようぜみたいな感じで日本でもどんどん今販売ありますが、パイナップル台湾産とか、まあ、いつもフィリピンが多いと思うんですけど、フィリピン産とかありますが、もちろん園芸種もあります。で今回おすすめしたいパイナップルがこちらです。じゃーん、ホワイトパイナップル。なんすかこれ。真っ白じゃないですか、身が。白いパイナップルができました。こちらのホワイトパイナップル、ハニークリームパイン、これかなりまだ希少で、沖縄は結構パイナップルあるじゃないですか、はい、ね、自生しているというか栽培盛んなんですけど、まあ、沖縄でもあんまないんじゃないかっていう希少なパイナップルの種類になります。でこれ実際のところ栽培がちょっと難しいみたいで、まだの栽培農家さんも、まあ、ちょこちょこおるみたいなんですけど、なかなかこうたくさん出荷までには至ってないのが現状ということなんですが、幻のパイナップルって呼ばれてるパイナップルの苗があります。幻やないやんかみたいな。やっぱ流通少ない。いや流通少ないです ね。苗もかなり少ないんで、まあ、どこでも買えるって言ったら、まあ極論買えないんですけど、あんまり動画出したらもう売り切れちゃうじゃないですか。いやもうほぼ売り切れちゃいます。、はい、まあ、こういうものはあるよっていうのを覚えててくださいね。、はい、これやっぱりここに書いてある糖度が28度、普通種は16度。めちゃくちゃ高いですね。倍近く。普通のパイナップルでも結構甘くない？甘いっすね。え、それを12度も超えてしまったという、うん、驚異の甘さで、これホワイト、少しね独特なバニラクリームっぽいような味というか、食べたことあんまりないんですけど私も。これはちょっと自宅で栽培してほしいんですねっていうところなんですが、うん、まあ、とにかくパイナップル何が難しいっていうと、やっぱ耐寒性ですかね。寒さにかなり弱いです。言うてもまあ、大体10度切ってくるともう結構怪しいぞと思ってください。じゃあなかなか条件が難しいですね。そうですね、もうこの辺でも路地だともう一発でダメですね。うん、うん、ぐらいなちょっと体感性が弱いっていうところで、まあ、冬場はどうしても室内に入れないといけないっていう問題があるんですよね。でもう入れるはいいんですけど、パイナップル自体が結構大きくなるんですよ。まあどれぐらいって鉢で植えると多分幅が1メーターぐらいになると思うんですよね、実を取るまでっていうと。この葉っぱがアナナス類独特なこうちょっととんがって痛いんですよね、これチクッと。もう先っぽがツンツンしてますね。そうなんで結構この巨大でツンツンしたのが出ると案外場所に困っちゃう問題があったりするんで、まあできれば広めの室内であったり、もうどっちかって言えば半分私は果樹苗を自宅で栽培して食べてほしいって言いながらも、実をつけるっていうよりは葉っぱを楽しむでも観葉植物として十分観賞価値あります。なのである程度割り切って小さく育てていくっていうのも一つの方法ではあります。とにかく寒さに弱いで、夏はやっぱ日光をたくさんあげてほしいんですけど、真夏の日差しがあんまり強いと葉っぱが言うても焼けちゃいますんで、真夏の猛暑日はまあ日陰エリア、それ以外は日光にたっぷり当ててあげてください。で案外ね、水やりなんですけど、こういうアナナス類っていう形状の種類の植物は根っこに水をあげるっていうよりは葉っぱにかけてあげた方が基本結構早く吸います。うーん、水やりをこの株元にこうチャラチャラチャラって結構みんなそれが常識であげるんですけど、アナナス類はどっちかっていうとここのこういう中あるじゃないですか、これ溜まるんですよね、こういうところに水が隙間に、うんうんうん、でこれを素早く吸収するっていう方が水の吸水自体は早いので、
水やり上からちょっとダバーってかけてあげた方がいい。なので例えば肥料なんかも固形の肥料がこういう風に置いてあるじゃないですか、これ白い粒が中に、はい、こういう風に、まあ、これでもいいんですけど、より効率的に効かしたければ液体肥料、薄めた液体肥料をここの株にかけてあげる、そうすると肥料をすぐ吸えるんで、この葉っぱが、効率がかなりいいっていうことで、まあ、肥料あげ、まあ、液体肥料を株にかけちゃうっていうのも一つの方法です、早く育てたい場合っていうところで。幻、高いな、やっぱり結構します、1万円結構しますね、結構しますね、はい。まあ、今ですね、でも最近もう SNS とかでも流行ってるんですけど、あのいわゆるスーパーのさパイナップルも、挿し木できるんですよね、簡単に。あ、そうなんすか。そう、挿し木して育てることができるんですよ。一石二鳥じゃないですか、簡単に。バレちゃった。それ結構最近なんですね、流行ってるというか。もうちょっと前ですけど、最近ちょっとそれのなんか簡単さに気づいたのと、まあ、それこそ今パイナップル、台湾パイナップルとか そのパイナップル、パイナップルで案外なんていうのかな、パイナップル需要が増えたっていうところ注目をちょっと されてきながらも、まあ、これ栽培カットでもできちゃうよみたいなのがちょっとネットの方で、結構簡単です。うちも2個ぐらいやってます、もう実験的にみたいな感じですか。実験的に、まあ、収穫するまでは言ったみたいに結構大きくしないとならんで、案外難しいかもしれないですけど、観葉植物としたら全然大丈夫、いいかなと思いますんで。ハーメン君、ラボでもやってみようか。あ、サブちゃんのラボで実験やってみるのありですね、パイナップル、そうなんで、パイナップルは基本無限にできちゃうんですよ、この葉っぱの上からニョキニョキって出てパインがポって出るんですよ。かわいいでしょ。でその頭のパインの頭切って刺すとまた増えて無限パイナップルが。団子三兄弟じゃないですか。そう、寒さに気をつければまあ結構変わった種類も無限パイナップルができるかもしれません。はい、ということで第2位は皆さん大好きパイナップルでした。はい、では行きましょう。いよいよやってきました、はい、2021年栄えある熱帯フルーツベスト5第1位は皆さんご存知のバナナ。バナナです。来ました、バナナを食べましょうということですね、はい、ご自宅で。って感じですよね。いや、まさかのバナナでしたね。バナナ家でみたいな。ここに夢とロマンがある。バナナロマン、バナナロマン、だってバナナ食べるやん、みんな。みんな食べます。食べるでしょ、はい、でもあの皆さんが食べてるあのバナナ、あれは本来のバナナではない。え？これは自宅で取ったバナナこそ最高、これがバナナ、真のバナナ、真のバナナ。全然ちゃいます、味が。あ、もうめっちゃ甘いとかですか。そうです、めっちゃ甘いというか、もう本当にバナナのね常識が変わるぐらい美味しい、もう皮ごと食べれちゃうとか、それぐらいのクラスですよ、ね、それ聞いたことあります、皮ごと食べれるバナナって。美味しいんですよ。でこのまずバナナなんですけども、基本的に一番の注目は栄養価、ビタミンとかミネラルとか食物繊維、これがね抜群にいいんですよ。何が言ってバランスがめちゃくちゃいい。ビタミン系だと美容効果とか貧血とか、まあ、これからの時期だと熱中症予防とか、あと食物繊維で便秘予防とか、まあ、これらの効果が期待されてるっていうフルーツで、バナナって甘いじゃないですか。甘い。あれ甘さのその糖分の中でも3種類ぐらいの糖分があって、ブドウ糖とか諸糖とか果糖とかってあるんですけど、この糖のバランスがめちゃくちゃ良くて、実は、吸収されるなんていうのかな、順番が違うというか、一気にドカーンって糖を取ると血糖値がボーンって上がったりするんです、急激に上がるっていうのかな、それがね実はバナナないんですよ。あ、徐々にこう平均的に上げれるっていう作用があって、でこれ何が言いたいかっていうと、例えばさスポーツ選手ってさ、バナナ食ってるイメージない？あ、もうまさに僕高校生の時試合前食ってましたよ。食べるでしょ、はい、あれちゃんと意味があってアスリートの人たちも食べるんですよ、うん、なんとなくちょっとお腹の足しにとか
なんかそれぐらいかなっていう感じでした、うん、なんかとりあえず高校生の時その友達のお母さんがバナナ買ってきてくれるから、うん、もらって食べてました とりあえず食べてました でもなんか力が出る気がするっていうですね、うん、この運動するだいたい30分ぐらい前にバナナ食べると、まあ、そのバナナ食べるじゃないですか、食べるとすぐにこうエネルギーに変わる糖分っていうのが吸収されるんですよね、使えるというかというところで、あと持続的な役割も徐々にこう糖が分解されるんで、スポーツする間もうこう糖分がちゃんと供給されるっていうところがあるんで、30分前ぐらいに食べるのがベストで、これ運動し終わってからもすごい効果があるんですよ、うんうん、運動し終わった後にバナナ食べると疲れた筋肉をすぐ修復して疲労回復する力がある、うん、あいいですね、そうなんで、もうアスリートとか運動する人にはもうバナナ欠かせないぞみたいな感じがあったり、うん、朝食でバナナなんていうのもあるじゃないですか、まあ、結構流行ってましたよ ね朝バナナダイエットとか、そう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 、あれ朝食でバナナ食べるとすぐにブドウ糖っていう糖が吸収されるんですけど、で糖分が吸収されると頭に直接栄養分が届くんで、うん、リフレッシュというかもうシャキってなるみたいな、朝食べて、まあ、寝起きで食べてバナナ食べてチャッキンみたいな脳回ってるよみたいな感じで、まあ、急激に上げすぎないっていうのもいい、すぐ効くで長く効くっていう糖分がある、でもちろんダイエット効果っていうところで、ダイエット食品に もう完璧なバランスを持っているのがバナナなんです。カロリーがですね、バナナ1本86キロカロリーぐらいって言われて、まあ、これどれぐらいかっていうと、お茶碗、うん、半分ぐらいのカロリー、お米お茶は半分ぐらい、お茶は半分、あと6枚切りのパンだとパン半分ぐらいのカロリー量で栄養摂取、ビタミン糖分摂取できるんで、まあ明日からバナナだね、そうですね、朝は決まりですね、はい、というのがご自宅でできます。はい、でバナナですね、実際のところ大きさがまあまあ大きくなります、だいたい3メーターぐらいにはなっちゃうですね、ってなっちゃうんで、まあ室内に入れると結構難しいんですね、実際のところ。なんで一応ドワーフなんていう種類もあります。まあ2メートル以下に収まるようなやつですね、うん、まあ、1メートル前後かなっていうぐらいで収まるドワーフモンキーバナナなるものもあります。ですが言うてもこのドワーフモンキーバナナの実まで取るのは結構難しいんですよ。で去年ぐらいからかな、私バナナマン覚えてますか、藤原さんバナナマンを藤原さんから分けていただいたというか、あの耐寒性バナナですよ。バナナって常識では日本の寒さでは 100% 枯れてたんですよね、うん、藤原バナナ越冬しました、言ってましたね、越冬しました。去年植えたやつがありますんでちょっと見てみましょう。はい、じゃん、どう？めっちゃでかいっす。やったな、大きくなったな花つきました、見てください、もう実が出てきてます。うわ、すごくない？すごいですね、ついについにこのバナナできましたが、このバナナどうやって水没しさせたかというと、まあ鉢はこの鉢なんですけど、これ一応実験も兼ねて野外に出しておきました。まあガーデンガーデンだから温室があるからできちゃうよねっていう発想になっちゃうとまずいと思って野外管理です。どうしたかというと、冬場ですねこの大きな幹、これを梱包用のさプチプチあるじゃないですか、はい、プチプチでぐるぐるに巻きました、これ、うんうんうん、鉢ごと。結構このバナナってこの上は多分枯れても問題ないんですけど、ここの部分とか根っこの部分が冷たくなっちゃうと腐っちゃうので、もう鉢のここごとこの半分ぐらいをプチプチで30ぐらいに巻いて封をして越冬させました。そしたらやっぱ上は枯れたんだけど、春になってきたらニョキニョキ出てきて、子供たちもニョキニョキ出てきました。この品種はですねブルーアイスクリームだったかなっていう品種で、苗が一応販売がありますが、多分もう完売しちゃってるんで残念ながら、はい、はい、ですがその耐寒性のバナナっていうのが出てきて、実際問題こう冬越しして
ちゃんとこう今身をつけてるっていうところ、これ可能性をものすごく感じます。ということで、ご自宅でバナナがやっぱり路地でできる時代がやってまいりました。で、この国産で作るバナナは先ほど言いました、皮ごと食べれます。バナナを皮ごと食べるって発想ないでしょ。ないですね。これ去年食べたんですけど、めちゃくちゃうまい。皮がとろけるもん。皮がとろけて中もクリーミーで、はい、これめちゃくちゃ美味しいバナナだったんで超おすすめですね。案外知られてないんですけど、この葉っぱも使えるんですよ。バナナの葉っぱ、これはね、はい、バーベキュー魂をくすぐられちゃうね。え、バーベキューに使えるんですか。これ蒸し焼きにできるんですよ。あ、これにお肉をくるんだりお野菜くるんだりして蒸し焼きにするっていう料理がもう現地でもあったりするぐらいなんで、蒸し焼きにできる、使えるっていうの、うん、これはね、葉っぱも実も使えちゃって楽しめる、もう最高の植物になりました。ということで、栄えある第1位は自宅でできる耐寒性のバナナです。はい、ということで、今回のカーメンくんガーデンチャンネルは2021年私が独断と偏見で選びました熱帯フルーツベスト5を特集しました。よかったかなと思う方はぜひともグッドボタン、あと気になった熱帯フルーツありましたらコメント欄の方どんどんください。このようにカーメンくんガーデンチャンネルは私の独断と偏見ではありますが、おすすめする植物特集なんかもやっていきます。よろしければチャンネル登録ボタンポチッと押して今後のベスト5ランキングお楽しみにしていてください。この後は大好評の余談です。おまけトーク、余談です。べさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、やってみましたね、熱帯果樹だったんですけども、はい、どうですか熱帯果樹。いやー、やっぱ美味しそうな、美味しそうですよね、はい、うん、やっぱり熱帯フルーツってスーパーにいろいろ売ってるじゃないですか、はい、でもほぼほぼ外国の輸入なんですよね、うん、そう、そこなんですよ、もともとこう提案の基盤が。やっぱね、輸送時間ってものすごくあったり、うん、やっぱ防腐剤を例えばつけるとか早取りをしてしまうとかっていう問題があって、実際本来の味ではないと思うんですよね。まあ、ベストな状態で食べれないっていう。一番いいのは現地の原産国とかで食べるのが多分一番美味しい、あの本来の味っていうところだと思うんですけど、なかなか行けないじゃないですか。まあそうですね、まあ、コロナにもなったしっていうところもあったり、あとやっぱちょっと良かれ悪かれ温暖化、うん、やっぱ熱帯系のものが冬越ししやすくなったっていうのが一つ大きなポイントとあります。なんである程度鉢植え、まあ、このバナナも鉢ですけどね、うんうん、あのほぼ鉢で果樹はいけます。いけない果樹ってそうそうないじゃないかなっていうぐらい、うんうんうん、逆に言うと鉢で収穫までできない果樹を探すのが難しいぐらい鉢で栽培して収穫まで持ってけます。ジペイさん、はい、何か食べたい熱帯フルーツありますか。いや、ジャボチカバっす、やっぱり。あ、ジャボチカバね、はい、あれはね確かにあんまお目にかからないからね、うん、静岡県にあったんで、ちょっと今度行きますか、ジャボチカバ。本当に行きたいです、はい、あと個人的には俺はその720万円のライチを食べてみたいけどねちょっと僕ならためらっちゃいますね、食べるとき。食べれるときためらっちゃう、はい、あれでもネットで、まあ本当かどうかちょっと分かんないですけど、その同じオークションに出たような品種の実があの通販で売ってましたよ。あ、本当ですか。ワンパック6000円ぐらいとか、うん、何粒入ってるか分かんないんだけど、うん、まあ、これもちょっと頼んでみようか本当に美味しいのかどうか。確かに食べてみたみたいな食べてみたみたいな何ていう品種だったかな、忘れちゃったんですけど、苗は確かまだ流通ないはずです。うん、うん、身の方では確かねあったと思うんで、このチャンネル見てる方って結構さ食に詳しい方多かったり、うん、海外で見てくださってる方も結構多いんですよね。なんでなんかこのこれやっぱり美味しいよみたいなやつはやっぱコメント欲しいですよね。ぜひなんか試食会みたいなねえやりたいですね。ねえ、単純に食べたいだけなんですけど。バレちゃった、ね、単純に2人で食べたいみたいな食べたいだけなんですけどでも本当にどれがいいのかって分かんないじゃん、うん、僕らもね、うん、
いつも食べてたのがこれが本来の味だったって、うん、勘違いしちゃうじゃないですか、うん、いやいや違うよみたいな、こっちを食べてみて全然違うからみたいな、うん、なんかこういうのはちょっと聞いときたいですね。また参考にさせていただきたいなと思います。あとベスト5ランキング久しぶりにやったんで、はい、また何か違う形で、あ、他のベスト5、そうですね、ベスト5やるとでもね商品なくなっちゃう問題がこれ今回出したのも、はい、多分苗がねあんまもうないんすね、ぶっちゃけなんで一応覚えておいてください、はい、あの今探してもないものが結構あるかもしれません私別に売りたくて言ってるわけじゃないんでね、おすすめを言ってるわけなんで、ね、そう売りつけてるわけではもう決してなくて、うん、おすすめですよと言ってるんだけなんでね、はい、結構ないじゃないかって言われるんだけど、はい、いや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 、ちょっと販売用に言ってないっていうのももちろんあるので一応覚えておいて、タイミングですこれは、はい、うん、じゃあ今度はあれやりましょうよ、実際に手に入れやすい植物とかの中で一般的なちょっと変わってる品種でとかちょいひねりが入った、ちょいひねりなるほど、まあ、確かにね、はい、自分目線でいくと結構変わり物が入ってきちゃったりするケースがあるんで、うん、まあ、なんとなく手に入りそうじゃないかなっていうレベルのおすすめをじゃあやっていきますか、はい、はい、ということでネットで探してなかったら本当すいません先に謝っておきますコメントでいろいろ書かれる前にないかもしれません、はい、すいませんでしたまた来年ですね、熱帯果樹自体は本当に手に入れたければ3月とか4月に早めにチェックする方がいいですね。実際は5月6月ぐらいに出荷されるんですけど、だいたい出荷量が少なかったりお店で入ってくる入ってこない問題も年によってはあるんで、チェックは3月か4月なるべく早い段階、まだ多分来年の流通はないんですけど入荷案内くださいみたいな、うん、感じで先に言っとけば、うん、優先的にくれると思います。ということで手を打ってねすいませんでした、はい、ではまた次回バイバイ。